カズヨは夏目漱石の短編小説である。1905年9月、中央公論に発表された。1906年5月、ロンドン島、幻影の盾、趣味の遺伝などと共に、要虚集に収録され出版された。八条の座敷に、髭のある人と、髭のない人と、両識目の女が介して、過ごした一用三人の会話で綴った作品である。 なぜ三人が落ち合ったそれは知らぬ。三人はいかなる身分と蘇生と性格を有するそれもわからぬ。三人の言語動作を通じて一貫した事件が発展せぬ人生を書いたので、小説を書いたのでないから仕方がない。なぜ三人とも一時に寝た三人とも一時に眠くなったからである。と結ばれる。同時代の批評でも、 一読して、何のことか分からずなどと評され、夏目漱石自身も、我が輩は猫であるの中に、先だっても、私の友人で漱石という男が、人よという短編を書きましたが、誰が読んでも朦朧として、取り留めがつかないので、当人に会って、徳と主意のあるところを正してみたのですが、当人も、そんなことは知らないよと言って取り合わないのです。と書き、随分妙な男ですねというのに、 名手がバカだよと簡単に漱石君を打ち止めるという一説がある。国文学者の佐々木秀明は連句的小説であるとし、一人の発言の連想が次の人の言葉を呼び起こし、その次の人の言葉を引き出すという連句の遊びを小説の形にした実験的な小説であるとしている。漱石先生の暗示。 佐々木秀明名古屋大学出版会 ISBN48 億1580万6195ありがとうございます。